どうやって？知らない。お父さん、お店の人に聞いてこなかったんですか？うん？今度の日曜日に食べましょう。今日食べないの？だって食べ方わからないでしょ。バナナ食べよっと。あ、私も。あったかい国には珍しい果物があるんだね。ただいま。パイナップルの食べ方わかったわよ。本当？これちょうだい。気をつけて切れよ。出刃包丁の方がいいんじゃない？大したもんじゃないな。あんまり甘くないのね。缶詰と全然味が違うよ。長生きするといろんな経験するよ。